死亡家の人々は、ロジェ・マルタン・デュガールの長編小説である。1922年から1940年まで18年をかけて発表された、大河小説で、灰色のノート、少年園、美しい季節、診察、ラ・ソレリーナ、父の死、1914年夏、エピローグの8部11巻からなる。デュガールの代表作であり、彼を1937年のノーベル文学、 小受賞に導いた作品である。物語は、カトリックの裕な実業家の家であるボ方家の子息、アントワーヌ及びジャック、それに、ジャックの友人で、プロテスタントの家庭の息子であるダニエルの三人の少年が中心となり、彼らの青春を通じて第一次世界大戦期10年間のヨーロッパにおけるブルジョワ社会や思想状況が描かれていく。厳格な気風のボ方家で育った、 真面目なアントワーヌは、医師となり堅実な道を歩むが、犯行時のジャックは勘会員に入れられるなどした後、作家となり、やがて革命運動に身を投じる。一方自由な気風の家庭に育ったダニエルは、協楽家として描かれ、その妹ジェニーは、ジャックと恋仲になる。しかしやがて第一次世界大戦が到来し、ジャックは、ビラ巻きの飛行機が墜落して、重傷を負った後殺され、 アントワーヌは毒ガスによって虫の息となり、ダニエルも戦場で負傷し、障害を負う。彼らの希望は、ジャックとジェンニーの間に生まれた子供に託される。アンドレジットは、デューガールとの所簡のやりとりの中で、自作、偽金作りに、地方家からの影響があることを認めている。また、宗教の異なる二人の青年の友情を描いている、点において、イブリンウォーの 海藻のブライズヘッドに影響を与えているのではないかという意見もある。日本では山内義雄が観光後間もない1922年に翻訳を開始した。その後、戦争による中断などがあり、1952年に全館の翻訳が完結した。その間にも多くの人々に読まれていた。小津安二郎監督の1951年の映画、爆には、 後に結婚することになるのりこと健吉が、東京の勤め先に向かう朝の北鎌倉駅ホームで、面白いですね。千葉家の人々、どこまで、お読みになって、まだ4巻目の半分です。そう、という場面がある。後藤正春は、天神によれば、天聖神語で有名になる前の深城純郎が、朝日新聞の世界名作の旅二上下で、千葉家の人々を、 青春の母標として取り上げている。高野文子の黄色い本ジャックチボーという名の友人は、この作品を愛読する女学生の読書体験を漫画化した作品であり、主人公、実地主が田舎の学校生活を送りながら、ジャックの思想に共感し、仮想の対話を行う場面などが描かれている。高野は本作を、表題作とする短編集、黄色い本で2003年、 第7回、手塚治虫文化賞を受賞している。フランスでは連続テレビドラマとして、1972年、および2003年と二度映像化されている。アンドレ・ジード、ロジャー・マーチン・ド・ガール、コリスパンデンス、1913から1934、バーチ、フランシス・エフ・ロバート・ヒュー・ベンソン、ロジャー・マーチン・ジュ、ガール・イブリン・ウォエス・ブライズ・ヘッド・リビジティット。 ノーツクイリーズ37.168プリント5に世界名作の旅、朝日選書から世界名作文学の旅、朝日文庫に収録。ありがとうございます。